皆さんこんにちは。今日もアスカやっていきたいと思います。前回の続きですね。12日になりましたね。そして狼さんが攻めてくるということなので、ああ来ましたね。まずはこいつを撃退していきましょうか。これ倒した後お肉になりますので、まあ、お肉になってもらおう。はいはい、飛んでいった。よし、さあちょっとスタミナを回復しながら攻撃していきましょう。はい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 、逃げろ逃げろ逃げろ。さあ壊される前にできたら、仕留めたいところですね。とりあえず1匹。やばい、倒せない。よし。はい、1匹倒した。スタミナが、回復するのを待ちながら少しずつ倒していきましょう。よし。はい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 。あとちょっとですね。もうぶん殴ればいけるか？はい、気絶させてそのまま殴った。はい、OK ですね。ということで、これは、食べ物にしていきましょうか。では、ちょっと見ていきたいんですけど、今、こちら、洋服を作れという命令与えていたんですけど、よく考えたら、これ、作ると誰かが来ちゃうんじゃないのかなと思うので、こちら、一旦削除しておきます。それでですね、なんか、材料ですね、こちら、麻布とかを、少し作れよと。いうことを命令しておきたいと思います。これどうなんだろう？ 40 個。何個必要なんだろう？とりあえず見てみよう。これですね。薄いシャツ。これの方がいいのかな？防御力50。こっち作りましょうか。麻布10。そして革。そして、革くずが必要だよということですね。こっちの方がいいな。ということで、布の方を10個とりあえず作ってもらう。わ、繊維が40個も必要ですね。はい、これを作ってもらう。ちょっと矢の方も、いっぱい作っておこう。60本ぐらい作っておくか。で、続いて、他に何が必要だっけ？これを作るには、革くずとこれですね。処理済みの生革、これを作らないといけないけど、ああ、まだ、あれか、革工房ができてないので、作れない感じですね。OK。で、こちらにもう一個工房を作っていると。で、食べ物の方のチェックもちょっとしてみましょうか。どこだったっけ？これか。はい。これですね。現在今、こんだけありますよということで、ちょっと少ないですね。ニンニクとかしかない。かなり少ないな。はい。ということで、少し人数の変更もしていきましょうか。現在、空いてるのはこの人か。この人は、採取か動物からハグ力。動物からハグ力なので、この人は狩人になってもらう。で、家の方も割り当てですね。こちらの方にして、あとちっちゃい家、小さな家じゃない。こちらですね。一番最初の家に入ってる人も小さい家の方に少し移っといてもらいましょう。OK。で、あとは採取小屋の方も少し人を増やそう。誰が必要ないかな？大工さん。今、大工さんがいますね。他はなんだろう？木こり小屋は必要。石、倉庫かな？まあ、いらないとしたら倉庫もしくは炙り小屋かなというところですね。ちょっと農場の人を採取に当てて、炙り焼きの人を農場にしていきましょう。よし、これで2人ずつ食べ物も入ってるので少し、たくさん食料が集まると思います。さあ、ではですね、自分はあとはとりあえずいろいろ作るための木材ですね。こちらが今不足してますので、木材を切る係をやりたいと思っています。まあ、繊維とかは畑から取れるからそこまで大変じゃないかなと。今はとりあえずアドオンの方、革工房かな？それを作ることが最優先ですね。で、食べ物はまあそのうち作ってくれると。いう感じで、繊維、そうだ、あと、木こり小屋の方もちょっと繊維は畑で取れ始めたので、少し変更していきましょうか。優先順位の方を変更していかないといけません。樹皮は OK。繊維は普通にしていく。で、あと、木とか丸太も、普通でいいかな。こんなもんでいいでしょう。
戦意優先にすると多分樹皮かなんかを全部ばらしてしまうのと、あとは、枝とかも取らずに行ってしまいますので、全体的に集めてもらいましょうか。さあ、どうやら革工房もできたみたいですね。で、このシャツを作りたいので、この布みたいなやつを作らないといけないと。で、これがどこにあるんだろうかな。革工房は一応できてるので、あ、革工房の方で作らないといけないのかな。製作、あ、で、これですね。これを作るためには、あ、革くずとかが必要と。あ、なるほど。ということで、命令で革くずとかができた時に、ね、集めてもらえるように、これだっけな。どっちだ？生革。あ、こっちですよね、きっと。あ、違う、左の方か、これか。保存処理済みの生革が必要ということで、これを作ってもらっていきましょう。これもちょっと複数作れるようであれば作ってもらうと。で、集まり次第洋服に変更していきましょうかね。で、もう一個工房の方ができましたので、こちらもアドオン作っていきましょう。鉄を、やりたいので、採掘場ですね。こちらを作ると。どうしようかな。こっちにつけていく。いや、まあ、危険なのはこっちなので、こちらから入れていきましょう。はい、これも作ってもらいましょう。あとは、あ、肉、干されてますね。大丈夫。作ってないのは、あれか。フェンスの方もそろそろ作っていかないといけませんので、少し囲いの方を作っていきましょうか。防御がしっかりしてないと怒られますので、どうしようかな。門を、とりあえずこっちかな。あ、どうしようかな。狭いと村の拡張にちょっと影響があるのは、まあ、いや、ここからスタートして、少し垣根の方も作っていくようにします。ちょっといいやつで、行きましょうか。で、これ、ああ、門ができないと、接続のやつが難しいのかな？右クリックで接続ポイント出るんですが、それちょっと出ないので、一度門作ってからにしましょう。よしよしよし。まあ、これ、ちょっと地面は自分で、やりたい。やばいな、細い枝、あ、棒が、長い棒が邪魔ですね。という感じで、こちらの方は家の周りを囲むようにして、作っていきましょう。それができ次第、また次を考えていくと。まあ、ここから建物の建築というよりも、食料、そして洋服の、製作の方に力を入れていこうと思います。さあ、こちらですね。材料がいつの間にか揃ってましたので、布のシャツですね。亜麻布のシャツ作ってみましょう。よしよしよし。これで、主人公のところ一つ入りましたね。OK。その他もちょっと作って、みようかな。まあ、この洋服を村の人にいろいろ作りたいのと、まあ、なんか他簡単にできそうなやつ、これはどっちなんだろうな。寒さ知らずこっちの方が高いのは高いですが、革を使うのか、どの部位に装備するのかがちょっとわからないので何とも言えませんが、まあ、とりあえずこのシャツだな。シャツの方を少しいっぱい作っていきましょう。こいつはもう一旦削除していく。で、シャツもそのものを、まあ、どれぐらいだろう。10個作れるなら10個作っていきましょうかね。OK。あ、そうだ。あと優先順位の方を高くしていかないといけない。どうしようかな。まあ、これはこっちでいいでしょう。はいはいはい。そしたら続いてですね。どうしようかな。工房が一つ余ってるので、できたらこっちにも売り分けをしたいんですが、大工さん取られるのもちょっと困るんですよね。そうすると、どこかから分けないといけないけど、分けるところもないと。まあいいか。ちょっとこちらの大工さんやって、小屋の人を、倉庫整理してる人を少し大工さんに割り当てしていきましょうか。この人外して、大工さんにしておきましょう。で、こっちの方で、ね、基本は斧とか、そういう備品の方を作ってもらって、もう一個の方、革があるところは洋服を作るのに専念してもらおうかなというふうに分担していきましょう。
13日目になりましたね。もう自分は今もこちらの方で枝とか、落ちてるものをちょっと集めて、人に渡しているところですね。それとやっぱりちょっと炙り焼きの方に一人欲しいなと思いますので、今日は少し石を取ってきましょうかね。石を取ってきて一人だけ呼んで、その人を炙り焼きの方に入れて、焼いてある食材に変えていこうかなと思っています。でこれで今夏なので、もうどうなんだろうな、もうそろそろあれ敵がもう一回攻めてきたのと狼さんが来たのと一番、問題の馬さんが確か来たような気がしますので、それに向けても少し、防衛策をちょっと考えていかなければいけませんね。なぜかこんなところに肉が落ちていますので、こちらの方もしっかりと保管棚に入れていきましょう。今、まあ10個、ああ、ちょっと腐ってきてるな。10個中4つ、そして仮小屋の方にも2つほど入っていますが、あ、1つしかないか。こちらどれぐらいの量があれば食べ物を足りるのかちょっと分かっていませんので、もう可能な限りどんどん蓄えていこうと思っています。まあもし足りない感じがしたら自分でも狼さんの巣見つけてありますので、狼さん倒して自分で肉をゲットしてくるという感じにしていきましょう。あ、もうすぐ仲間の方が来ますね。自分は食料の採取マーカーがちょっと足りないよって言われたので、今建設しています。それとですね、ついにですね、自分、厚い雨布のシャツとこちらですね、厚い頭巾の方、装備することができました。で、こちら生産している人も、服の方を着ていましたので、まあ、徐々に生産の方は開始されてるんだなと思います。これ勝手に、仲間が着ていくのかはわかりませんが、まあ、ちょっとずつ服の方も支給されていますので、前回よりかはかなり冬過ごしやすくなってるのではないかなと思います。あとはこちら火を誰もつけてくれないのか。夜の間動物来ると嫌なので、できたらこちらつけていきたいですね。さあ、新しい人が来ましたので、ちょっと見ていきましょうか。どこにいるんだろう。家をまず設定してあげないといけないので、この人ですね。制作と狩りか。今狩りの方に入っている人はこの人か。剥ぐ力が強い。どうしようかな。この人を、狩りのままにしておくかどうかですね。あ、まあいいか。この人から変えていきましょう。ちょっと炙りを今の人に変えていきましょうかね。ということで、まずはここで労働者の管理。で、今、狩り小屋に入ってて、剥ぎ取る力が強かった人ですね。こちらの方を、まあ、炙りに戻すと。で、今、新しく来た人を狩りの方に行かせたいと思います。大工さんで、これですね。弓のマーク入ってるので、これで OK と。食べ物の方が思ったよりちょっと増えていないので、まあ、キノコとか増えてるのかな？これを、まあ、焼いて食べれるような形にしていこうかなと。あと、余裕があれば、食堂関係もちょっと作っていかないといけませんので、食堂関係も作っていきたいと思っています。ではですね、ちょっと建築素材の方はある程度集まってきましたので、自分はちょっと鉄の方を作っていこうかなと思います。まあ、前回こちらよく分かっていなかったんですが、このフィゴの方を見ていくと、大丈夫でしたね。こちら、一番下まで潰して戻った時に押すと一気に火力が上がるということで、これを真ん中のラインですね、こちらの1300度あたりか、こちらで維持していくと、どんどん鉄になると。温度が高すぎてもダメなので、まあ、ゆっくりと見ながらですね、やっていけば簡単に鉄の方ができたと思います。よし、こんな感じかな。はい、これで1個はとりあえずできましたね。今、炭の方を、何個だ ?40 個かな。4列入れて、石の方、鉄鉱石の方も1列全部入れてある状態ですが、大丈夫かなこれ。まだ 50% ぐらいはあるので、間に合うのではないかと思います。まあ、スモルカーは大丈夫かな、ウサギさんですよね。
こちらは大丈夫かな、ほっといてもいいと思います。問題はそろそろ夜に敵が攻めてくるのではないかなというところですね。ここ行けるかな。さあここ全部とりあえず鉄を、ああ行けますね。あと1個なのでこれで問題なく行けそうですね。でこいつをぶったたいてさらに持っていって、どうしようかな。まず斧かなんかにしようかな。あやばい、足りないのかな。あ足りなかった金属が足りませんでしたね。ああもうちょっと炭が必要だったか。あこれ1個でいけるか、ちょっと分かりませんが、5個だけでいけなかったら、できたら全部まとめてぶったたきたいんでね。こちら、あそうだ、まだ余裕で持ってたんだ。そちらも一緒に入れたらよかったですね。あーちょっと無理かな、5個でいけるかな。火が全然暖かくならないな。さあ15日目になりましたね。まあ施設の方は結構できてきました。鉄も、自分で打ちましたので、あとは斧に変えてもらうだけですね。洋服の方がどれだけ行き渡ってるかはちょっと分かりません。まあ、これでちょっと確認、あ、これでは確認できないのか。確認する方法はありませんが、まあ、徐々にできて、誰か持ってってるんだと思います。ただ、食料の方が思ったより増えてないなというのがありますので、それがちょっと問題ですね。こいつがもうちょっと増えるといいんですが、なかなか難しいところです。ということで、まあ今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。もう、家の方と、あと自分の家の方も作り始めましたので、まあこれが出来上がると、ある程度、建物に関しては冬までは落ち着くのかなと思います。まあここでちょっとアドオン作って、木工所作っていますが、まあこちらはのんびり作っていけばいいかなと思っています。ではこの調子でまだ、15日ですので、あと1週間7日ぐらいあると思いますが、頑張って冬の支度していきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。